バハラーム3世は、サーサーアン・アサ、ペルシア帝国の第6代君主。先代バハラーム2世の息子であり、バハラーム2世によって、逆王として、東方を統治していた。パイクリヒ文によると、ガラマイナの貴族、ワフナームに担ぎ上げられた区靴だったという。ガラマイナの権力を確固たるものにした後で敵を、撃つという声明を出したため、ナルセ1世が中心となって、これを撃ち、 第七大君主として即位した。バハラーム三世の治世はわずか数ヶ月であった。サーサーアン朝では、王が土地や人々を征服した後、息子に支配を示す称号を与えることが慣習だった。バハラーム三世は、おそらく、サカスタン地域に対する父親の勝利の後、サーカーアンシャーの称号を得た。また、王子に、州の後輩を与えるという笹に、 アンの初期の慣習に従って、王国の東端の有力な人々に対する防御としての地域の重要性のため、バラム3世はサカスタンシャーに任命された。ナルセ1世のコイン293年の不王、バハラーム2世の死後、バハラム3世は、バーズでワナムに率いられ、メシャンの王、アジャーファラベに支えられた貴族によって、シャーハーンシャーと宣言された。死ぬ時には、 まだ未成年であり、貴族の多くによって弱い人物とみなされていた。貴族の多くは、彼がローマ人による脅威と侵略の可能性を適切に処理するには弱すぎると考えていた。貴族の多くは、大位継承に挑戦し、代わりに、シャプール一世の息子で大王子である、ナルセ一世と、より強力な指導者であり、イランに栄光をもたらすことができると考えられていた。 バハーラーム三世の治世の4ヶ月後、イランの貴族の要請で、彼の王子であるナルセは、メソポタミアに召喚され、ベスガルマイのパイクリの通路で、バハラーム三世と会った。バハラーム三世は、ナルセ一世をシャーと承認し、宣言した。ナルセの支持の背後には、彼の知事としての管轄権、ゾロアスター教の擁護者として、また、帝国の調和と繁栄の彼のイメージによるもので、 あったのかもしれない。戦争を避けるために、ナルセ一世は、バハラム三世とワナムが和解することを提案した。戦闘の記録が残されていないため、両者は同意したと思われる。バハラーム三世とワナムの和平の背後にある理由は、多くのバハラーム三世の部下の脱走が原因であった、可能性がある。バハラームは、シャーハンシャーから退位した。ワナムは、ナルセ一世が、 サーサーン帝国の取得手資本に入った時に処刑された。ナルセは、その後、貴族を集めて王室の国民投票に参加させた。これは、最初のサーサーアン朝のシャアであるアルダシール一世以来使用されていた儀式だった。ナルセ一世は多数派によって断固として賛成票を投じられ、即位した。ありがとうございます。